また一気呵成に追加点なるか侍ジャパン。バッターボックスは菊池です。変化球でレフトの前に落ちるかどうか、ワンバウンドヒットになりました。これで侍ジャパンが3連打。さあここで侍ジャパンがまたさらに追加点という形で重ねていきます。岩隈が今日は50球をめどと言っていましたが、その50球を超えました。先ほど1回マダックスピッチングコーチ行きましたがね、菊池もこういったバッティングは去年と比べて成長してるんですね。すごく粘っこさを持ってきましたね。はい。